上越市にある宇野浜海水浴場。夏になると多くの家族連れでにぎわいます。広い砂浜と透明度が魅力ですが、その海水浴場が今窮地に立たされています。私が今立っているこの場所はつい去年まで砂浜だった場所なんです。本来であればこの上まで砂があったということで、およそ2メートルほどの砂が完全になくなってしまったというのが分かります。こちらの台座には大潟区に伝わる人魚伝説の石踏み人魚像が設置されていました。4年前の写真を見てみると、像の周りは砂で囲まれ、海まで20メートルから30メートルも砂浜が続いていました。しかし今では波がすぐそこまで押し寄せるようになり、人魚像は去年12月に一時撤去されました。一体何が起きているのでしょうか。陶器のやはりそのかあの風も強く吹きますし、その風で波も高くなりますので、そういう波の大きな高い波の影響で、砂浜が削られてしまっているという状況です。海岸浸食、砂浜が波や風によって削られ消失する海岸浸食は全国各地の海岸線で発生し問題となっています。反対側に歩いてきますと、まだこちら側には砂が残っています。ただ砂との境界線のところは段差ができていて、まさにあそこまで波が来て砂を削り取っていったというのが分かります。4年前の海水浴場は人魚像を中心に120メートルほどの範囲に広がっていますが、2年前になると東側のコンクリートの護岸が見え始めています。現在東側には砂が全くなく、西側も日々浸食が進んでいる状況で、これまでにおよそ6割の砂浜が消失しました。では3年の冬、春にかけてやばい波浪で砂浜が削られているという状況がありまして、その頃から少しずつやっぱり被害があったんだろうとは思われます。ただ昨年も、海水浴場としてはオープンしてますし、ここまで大きく極端に削られていった状況ではなかったもので、徐々に浸食は進んでいましたが、今年1月下旬の高波で急激に砂浜が削られたということです。ちょうどこの沖に離岸堤はあるんですけれども、ちょうどこの間が空いてますので、この間からやはり陶器の北北西の、風と波でこのように波が入ってきて、で削られていくというような状況がありまして、海岸の向かいには波消しブロックによる離岸堤が並んでいますが、この離岸堤が整備されていないところから波が入り、砂浜を削っていると見られています。この現状に危機感を感じているのは、地元の観光関係者です。こういう状態、ずっぽりともう埋まってて。毎年来てるお客さんもいるけど、やっぱ全然姿、形が違ってくるからね、やっぱり。で初めて来るお客さんなんかね、こういう状況見りゃさすがにねと思うからね。やっぱり海水浴場に近く、夏のリゾートとして高い人気を誇る宇野浜温泉。去年の夏には海水浴場に2万4000人を超える観光客が訪れ、今年はさらなる期待もありましたが、温泉街としてもやっぱ夏がメインだからね、やっぱこれがねできないってことになっちゃうと、温泉街とても死活問題だしね。海岸を管理する県は海岸の浸食を食い止めるため、昨年度隙間となっていた沖合に新たに
離岸堤2基を整備する事業計画を策定。今年度から工事に着手する予定ですが、整備には10年はかかると見られています。温泉の旅館としてはこの状況を、ね、まあ、少しでも良くしてもらわないとね、やっぱ結局風評被害っていうのは、まあ、本当すぐ1年2年で広がっちゃうけどね、その信頼戻すのにはやっぱそれ以上5年とかね、まあ、コロナの時もそうだったけど、やっぱりそれ以上時間かかっちゃうから。上越市は砂がなくなった場所を人工的に復元することは非常に難しいとしていて、海水浴場はこの夏から当面の間、まだ砂が残っている西側にずらして開設するということです。なぜ1月に浸食が進んだのか。海岸の浸食や津波などを研究する長岡技術科学大学の犬飼直之准教授です。この海岸では北側の方から南側の方に砂の移動があるというふうに考えられるんですけども、この鵜の浜海水浴場のすぐ上流側、砂の動く上流側ですよね、の方で海岸浸食が進んでいます。ということでこの海岸浸食というものが少しずつ鵜の浜海水浴場の方に近づいてきていたと思われます。急激に浸食が進んだ理由については、高い波というものによって海岸というものは浸食するんですけども、最近ではこの近年地球温暖化というものが言われてまして、それによって高い波が非常に発生しやすくなっています。今年も比較的高い波が発生する状態が多かったので、そういうことによって海岸浸食が進行したという考え方もあります。犬飼准教授は元日の能登半島地震や津波による海岸の変化はなかったとしています。離岸堤を設置する県の対策については有効としつつ、整備には長い時間がかかると指摘します。この海岸は砂の供給がない海岸で、特に対策をしなければ砂がどんどん動いていってしまう特性のある海岸となっておりまして、次の離岸堤なり何か保護をする構造物ができるまではやはり何かしらの対応してこの砂浜を保護する必要があると思います。